皆さんこんにちは、太郎です。本日はですね、いや本日からですね、このほぞろいが始まりましたので予防していこうと思うんですけれども、まあ予防するのでですね、いつも通り殺虫殺菌剤ビーム8スタークルゾル、そしてそれに組点を組み合わせると。でですね、予告通りこの尿素ですね、こちらを一袋500リッタータンクに溶かしまして、まあ一袋20キロ500リッタータンクで5ターン散布するんですが、この5ターンね、だいたい4キロずつ、成分でいうと 1.84 キロ一旦に追肥を行うことになります。これですね、私も聞いたこともないですし、やったこともないですが、ずっと気になっておりましたので、今年はほとんどの補助をですね、このように追肥をして、どのように変化が出るか、いっぱい実がなるかをですね、確かめていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まずこの尿素ですね、しっかり溶けてほしいので、最初にこの500リッタータンクにですね溶かそうと思います。その後に水を入れてですね、で水を入れた後にビーム8スタークルゾルと組点を入れようと思います。あのスタークルゾルと組点はですね、先に入れるとモコモコってあの洗剤みたいに泡が立つので、最初は尿素だけ先に入れてですね、で水を入れるときに攪拌されないかなと思って、溶けやすくならないかなというのが狙いです。よいしょ。それでは早速、盛大にこぼしちゃいました。しくった、こぼしちゃいました。ちょっとこれを拾って中に入れてから水を入れに行きます。次にですね、水を500リッター入れていきます。よいしょ。うちは井戸水ですね。あ、もう出た。はい、500リッター入れていきましょう。はい、500リッター溜まりましたので薬剤を溶かしていきます。ビーム8スタークルゾルですね。こいつらがですね、運転中に混ざってくれるということを信じております。入れたら振って出すと。1000倍ですね、500ミリリットルを500リッタータンクに溶かすので。ビーム8スタークルゾル完了しました。続きまして組点ですね、こちらだいたい3300倍ということで 150ml 入れていきます。メモリは3つ分ですね。映ってるかな。50 100 150よいしょ。はい、3つ分入れました。よし、それでは尿素ビーム8スタークルゾル組点を溶かしましたので、補助に向かっていきます。では補助についてつきましたので、やってまいります。はい、コックを開くと、開いて、よし、うん、出ますね。いいですよ。あ、まあそりゃそうか、吸管にフィルターがついてますからね、出るは出るっすよね。はい、いいですね、いいですよ。問題はちゃんと溶けてるかですね。溶けてるかな、そこだけが心配です。しっかりね、飛んでもいますね。
ちょっと風の影響を若干受けはしますが、飛びますね。問題ないです、問題ないですよ。はい、いい感じですね、いい感じですね。ちょっと今国道端でですね、どなたか知り合いなのかちょっと分かりませんでしたが、ゆっくり走ってるところを後ろからクラクション鳴らされてですね、誰か煽り運転を食らったような形になっておりましたが、まあいくら知り合いがいてもですね、国道交通量の多い道は運転注意しましょうね。田んぼの中です。しっかりね、中干しできてたので歩けますね。水は張ってますけど、心配してたんですよね。予防するとき歩けるかなと。まあ大丈夫でした、しっかり干せておりました。結果ですね、いい感じです。はい、ということで最後のあぜまでやってまいりました。やっぱりですね、しっかり中干しできてたので地面が硬いです。もう1週間ぐらい前からですね、この田んぼ、穂が出ましたよと撮影した田んぼなんでの隣、これも3月19日に植えた田んぼなんですが、その頃からしっかり水はというかね、穂が出る前から水は入れてたんですけれども、入れてない、この田んぼはその次の日から入れたんですけれども、まあおよそ1週間ぐらい入れっぱなしなんですが、いい感じでしたね。この尿素を一緒に撒けるのも非スマート農業の唯一の利点かな、どうかな。ね、ドローンやヘリじゃこの水を水に溶かしたね、この量の肥料をいっぺんに撒くことはできないからですね、予防と同時に、まあ、効果があればいいっていう話ですけど、まあ、もちろんね、もう一回散布して流剤撒けば同じなのかもしれませんが、まあ、これの利点があると信じたいですね、やってる自分としては。一応ですね、あれですよ、あ、同粉オフと、同粉オフ、同粉オフ、粘着剤も入れてですね、だから水に溶けた水溶性の肥料、窒素、尿素とイメージとしてはですね、 あとさっきのスタークルゾル、ビメイトスタークルゾル、尿素の水溶剤、そして粘着剤と、それがしっかり身、歯についてですね、吸収してくれるというようなイメージでやっております。それではですね、しっかり溶けてるか気になりますので、タンクが終わるまでワープしていこうと思います。それではワープ。はい、散布が終わってきましたが、今タンクの中を見ております。ちょっとですね、もうこの量じゃあと一旦触れないのでやめたんですけれども、いやちょっとですね、思ったより溶けてなかったですね。ざっと見た感じ3割ほど残ってるかな、この溝に残ってるので。3割どんぐらいだろう、20キロの袋がこの程度、2、3割はちょっと溶けなかったですねという感じです。いやー、まあ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 、初めての試みなんでね、2、3割か、難しいですね。したらどんどん使うので軽トラ2台用意しておくわけにもいかないですし、もう溶けた分でやるしかないですね、これはね。ちょっと 2、3割残る、そこを頭に入れて次の量を、だからまあ成分的にさっき言った20キロを5単に入れたいのなら、その2、3割残ることを加味した、なのでまあ 0.7 で割ってね、30キロ1袋半、だいたい1袋半溶かすと成分的に入るかもしれませんが、次残ったやつが考えるのが めんどくさいですね。難しいですね。3割残るから1袋半ずつ入れて、それが3割、1袋半の3割、30キロ3割、3、9、9キロ、4回に1回
この肥やしを入れずにそのまま巻くと残ったりするのかな。そしたら3回は30キロ入れて、4回目に入れないとすると、まあ、3割残ったとしたらですね、もしかしたらうまくいくのかな。ちょっと考えるのが面倒なので1袋入れて様子を見ながら溜まってきたなと思ったら一度入れずにという形でやっていこうと思います。はい、楽しみですね。どのように養殖が変わっていくかね。え、早期水筒なんで普通木みたいにあの穂が垂れると言いますか、あのちょっと景色が違うんですよね。稲刈る時もあまりなんだろう、うわなってるなーっていう見た目じゃないですよね。なのでちょっとそういうですね、ブワーッとなってるような見た目を作りたいんですよね。もうどうせね、あまり急いでも値段は良くないでしょうからね。もう米価はそこまで、いくら穀物価格が上がるとは言ってもそこまで上がらないと思います。なのでどうせならもう量を作った方がマシなんじゃないかなと思ってますので、しっかり量ができるように追肥を行っていこうと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと、追肥頑張れよ、予防頑張れよと思ってくださる方はコメント、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。